ちなみに近江八幡市には、琵琶湖に浮かぶ沖島っていう島があります。多分この辺りなんだよな。ここら辺に行こう。前方後円墳かな。どうもこんばんはです。シティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。日本全国をゆるく再現するゆる日本作り。前回は三重県を、2週にわたって作りました。こちら伊勢神宮内宮ですね。今回は日本一大きい湖を擁する滋賀県作っていきたいと思います。滋賀県ね、面積はそこそこ広いんですけれども、何しろ琵琶湖が巨大なので、あと山がね結構多いんですよね。で、実は住める面積って大阪よりも狭いっていうね。なので今回もどこまで、観光地を詰め込んでいけるか頑張りたいと思います。まずは町の目印を置いていきましょう。LP ガス。この凛とした佇まい。普段はおとなしいけど、切れると爆発するよ。はい、ご覧のようにね、滋賀県は、琵琶湖の南東側にですね、平地があって、そこに町が集中してますね。じゃあ、高速道路を作っていきましょう。まずは福井県の方から北陸自動車道が南下してきます。で、この時通っているのが、長浜市と米原市ですね。で、ここでですね、岐阜県から続いている名神高速と合流します。以降ここは名神高速道路ですね。そして、南の方へ行きまして、はい、でここにある市が、右から東近江市、近江八幡市、守山市、草津市、そして県庁所在地の大津市ですね。あと右下にあるのが甲賀市ですね。これ甲賀じゃないんですよね。濁らないで甲賀ですね。で、こんな感じで琵琶湖の南端を通って、はい、大津市を抜けて、こっから西はもう京都府ですね。やっと京都まで来ましたね。なんかっておっかさん。そして三重県の方から、新名神高速が、甲賀市の南を抜けて草津市のあたりですかね。で、名神と合流。高速道路はこんな感じですね。次は国道。まずは国道1号線ですね。はるか長い旅をしてまいりました。本当にね、国道1号線は頑張り屋さんだから、ぜひみんなにも応援してもらいたい。はい、琵琶湖の方まで来まして、で、ここをギリギリこうこんな感じかな、渡って、で、国道1号線はね、実は、2本にここで分かれるんですよね。半分になります。国道2分の1号線ですね。こんな感じで、ちょっとね、京都の南側、はい、に入っていく感じですね。そして福井県の方から今度は国道8号線ですね。これもね、新潟の方から遥かなる旅をしてきました。こんな感じで長浜市を通りまして、近江八幡守山を抜けて、ここでいいかな。はい、国道1号線と合流します。今度は反対に琵琶湖の西を抜けていくのが、国道161号線です。ここの町が、これが高島市ですね。琵琶湖すれすれをこんな感じでね、山のそばを通りまして、こんな感じでもう京都にそのまま入っていきますと。あとは三重県の方から国道477号線、これが、こんな感じで近江八幡の南を抜けて琵琶湖をよっと横断する、これが琵琶湖大橋ですが、黒田清高橋って書いてあるね。まあ、琵琶湖大橋、ちょっと大橋ではないよね。琵琶湖小橋にしたわ。うん。ちょっとそこは謙虚にね。そしてそのまんま国道367号線と合流して、福井県の方に行きます。よ。はい、あとは適当にしちゃいます。はい、道路完成です。じゃあ次は新幹線と鉄道行きましょう。まずは新幹線。新幹線といえば東海道新幹線が、今どこまで行ったかというと、愛知か。名古屋市改め、宮古屋市ですね。の、ここにいるので、これどう、これ、左に進めようにもがっつりぶつかるな。俺に力を与えてくれ！で、ダメ！こんな感じ。こんな感じ。これいいんじゃないですか。こうやって、はいって壊して、失礼します。はい！
しゃあ、舞原駅を作りますよ。お、見えづらい、すごく見えづらいけど、これはつながってる感あるぞ。 OK。 で、さらに東海道新幹線は先へ続く。もうだいぶ本当の新幹線の経路とは全く違う感じになっちゃいますけれども、まあしょうがないね、これはね。もうこれはちょっと心で血の涙を流しながらやっていくしかありません。本当あれだな、高速と鉄道が絡むと超めんどいな。京都の方にこっから、西へと、行きますと。はい、あとは鉄道ですね、福井県の方から北陸本線、これがよっと伸びてきまして、道路と高速が狭い、間隔が狭い。はい、繋がってないな、これダメだな。壁ですね。はい、高架で行ってここから下げるかよ。福井市改め福丼市から北陸本線を、よいしょ、はい、あ、持ってこれたね。米原市へ持ってくる。で、北陸本線はね、米原から南は今度琵琶湖線って名前になって京都の方まで行くんですけど、まあルートがね、ほぼ東海道新幹線と変わらないので割愛。あとは琵琶湖の西を行く湖西線ですね。湖西線のね、駅はね、どうしようかとちょっと悩んでるんですけど、あの大津市がね、多分もうこれいっぱいいっぱいなんだよね。あんまり余計なものを置く余裕が多分ない。もうすぐここ京都だからね、これ。ここ京都です。で、大津市これ。なので、駅は手前の、高島市ですかね。ここに駅を一つ作りましょうか。ちょっとごめんね。メリハリをつけさせていただきますね。はい、この駅でございます。北陸本線から枝分かれするのがちょうど琵琶湖の北のこの辺りなんだけど、道がここごちゃごちゃしてるな。よっ。あ、行った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 。いいよ。はっ。強引に。で、高島駅から、いいよ。なんとか無理やり山あいを通りまして、はい、京都の方へ行きますと。福丼市からでいいかな。ちょっといまいちわかんないけど、まあいいよね、福丼市からにしましょう。はい、高島、よく見たらこれ単線のホームだな。まあいっか。とりあえずここまでですね。はい、北陸本線でも使いましたかね、223系を入れましょう。はい、湖西線、北陸本線から枝分かれして湖西線入っていきます。はい、高島駅に到着ですね。で、これが湖西線分かれずに米原駅へ行く方の223系ですね。はい、あー、いいですね、のぞみとこだまを合わせたのだまが止まってますね。あー、いいじゃんいいじゃん。のだまもめっちゃはみ出してるな。これ全然動かないけど大丈夫、これ故障してない？全然動かなくない？あ、消えた。ここがおかしいかな、この変な入り方。これで割り食ってるっていう可能性ある。そこからこうよ、来た、乗った、降りた、あ、やった、折り返した、よかった。やっぱここだったんだな、ここの接続がおかしかったんだ。よし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 、 OK です。じゃあこれで新幹線鉄道は完成。次は町を作っていきましょう。ようやく来れた。まずは県庁所在地の大津市ですね。さっき言いましたけど、大津市のすぐ隣がもう京都なので、ほとんどスペースがないんだよね。なので大津市と、その隣の草津市ですね、この2つを1つの特区にしましょうか。こんな感じかな。これでも多分ね、だいぶ狭いはずなんだけどね。大津も草津も最後に同じ津がつくので、こういう名前にしましょう。大津草。上から読んだら大津、下から読んだら草津っていうね、リバーシブルみたいな。大津草って煽ってるわけじゃないからね。で、この限られたスペースをですね、できる限り観光施設に割り振りたいので、早速建てていこう。まずは何はともあれ比叡山延暦寺ですかね。
結構比叡山延暦寺は京都にあると思ってる人が多いかなと勝手に思ってるんですけど、滋賀なんですね。この辺りなんだけどな、入るかな。寺、あ、行けますね。ここに崩落仕掛けてますけどね。っていうかこれ延暦寺はしょっぺーなー。いやーでもな、もうしょうがない、しょうがないっつうかしょうがない、もうしょうがない。それ以外に言い表しようがない。 LP ガスはこんなにでかいのに延暦寺はこんな小さくていいのかと、お嘆きの処刑もいるかと思いますけれども、せめてちょっとなんかこの溶けかかってるのちょっとね、もうちょいこっちかな、もうちょいこっちだったら溶けないよね。ちょっと垂れてるね、垂れ延暦寺になりましたけど。次、近江神宮、あれですね、映画化された漫画のちはやふるで、出てきた神社ですね。その場所がね、比叡山より南なんだな。もう比叡山の隣にここに建てるしかないですね。近江神宮は、あの、赤いさ、門、楼門ですね。楼門が印象的なので、もういっそのことをもう、これでどうでしょうね。どうでしょうでも、こうでしょうねもないけども。あの、木生やしますんで。はい。はい、これで一つちょっとね、あの、近江神宮ということで、お願いしてよろしいでしょうか。そして大津市はもう一つね、あります。まあ、いっぱいあるんだけどね、その中であの、厳選しまして、満月寺浮見堂。これね、琵琶湖に張り出した、お堂なんですよ。これ、拝殿。これがね、ちょうど浮見堂っぽいんだよね。こんなもんでどうでしょうね。うん。まあ、そこそこそれっぽく見えなくもない。ただやっぱ、琵琶湖が狭いな。これは川だろう。で、満月堂も置きたいところだけれども、もうスペースがないので、もう浮見堂ピンでいきます。高密度住宅を建てて、で、草津市の方もですね、はい、住宅を建てましょう。あとは、ちょっと北上して守山市ですかね。守山市にはね、インターネット大好き人間のみんななら知ってると思うけど、ピエリ森山っていうね、一昔前にあまりにも人気がなくて店が閉店しまくって綺麗な廃墟と言われていたあのピエリ森山があります。でもね、今はねすごい復活していてめちゃめちゃ人気らしいですよ。琵琶湖大橋のですね、たもと、ここら辺にあるんですね。ちょっと作っておきたいんだけど、やっぱりザマスモールかな。御殿場にも作りましたけど、節約商店街もいいか。森山市がほぼピエリ森山になりますね。いっけー、名前はピエン森山にしよう。紹介部もすごいね。チャチなショッピングモールですって。真正面から喧嘩売ってんね。いやでもこれピエリ森山じゃないですからね。これピエン森山だから。あ、っていうかここもう近江八幡か、これ。しまった。森山市こっちじゃん。まあ、いっか。じゃあ森山市のあたりはもう住宅街と、低密度商業を置いて、ちなみに近江八幡市には、琵琶湖に浮かぶ沖島っていう島があります。多分この辺りなんだよな。ここら辺に行こう。前方後円墳かな。なんとかギリギリ家一軒行けるかな。ちょっとフェリー乗り場は無理なので裏からこう回り込んでさ、あー繋がった、島じゃなくなった。これはしょうがない。はい、こんな感じでこう。ここにね、家を2軒ぐらい置いて、沖島ならぬ沖岬にしましょう、これはね。はい。いいんじゃないでしょうか。いいのか、本当に。いいよ。近江八幡を北上すると、この LP ガスのところが、彦根市。彦根市には、国宝彦根城があるのだが、さあ、どこに置こうか。もうこれもあれだな、小さくして置いて道を敷くと、桜を植えれば文句ないだろうと。はい、泣く子も黙る彦根城ですね。で、さらに北へ行きますと、ここが長浜市なんだが、ちょっと厳しいですね。いやもう頑張るしかない。頑張ろう、頑張れ。もう俺には応援することしかできないよ。でですね、長浜市には、琵琶湖に浮かぶ島があります。筑部島っていう島ですね。筑部島は有名な神社がありまして、筑部須磨神社っていうね、
なまったわけじゃないよ。竹生島にあるつくぶすまずんざ、鼻が詰まったような感じの名前の神社ですけども、他にもね、宝厳寺っていうお寺がもう一個あるんだけど、とても入らないのでつくぶすま神社だけ作りましょう。こんなんでどうでしょう。すげえでけえな。沖島よりでかいけど、沖岬か道路をなんとか通して、はい、大変なことだった。何これ、ちょっと待って待って、どういうこと。はっ、うん、でここによっ、はい、つくぶすま神社で、つくぶすま神社、ほんとなまってるみたいだな。つくぶすまずんざんにはね、鳥居がねあるんだね。うん、こんな感じかな。はい、こんな感じで石の鳥居があるんですね。木を植えまして、つくぶすま神社完成です。はい、鳥居いいね。この石の鳥居もなんかこう、赤い鳥居もいいんだけどさ、石の鳥居も力強さがあっていいですね。あと長浜市には、琵琶湖で漁をする尾上漁港っていうのがありますね。琵琶湖他にもね、漁港いろいろあるんですけれども、まあ、あのウェブ検索した限り一番有名っぽい感じだったのが尾上漁港だったので、作りましょう。琵琶湖の北の方はカタクチイワシ、南の方は鮭が釣れますねじゃあカタクチイワシ専門漁港でけやばい、ちょっとこれは心が折れそうだ。これはきついのではないだろうか。普通の漁港もでかい。あ、でかいな。ちっちゃい漁港ってないの、ちっちゃい。あ、これちょっと小さい。これ何、これ甲殻類か。まあここね、この真ん中の紫甲殻類だから、ここをぐるぐる延々と回るって言ってもあるけどね。無理だな、無理っすね。漁獲量が少ないですマークがつくよ、きっとな。あれだね、何でも取れる普通の漁港を置いてしまうって言ってもあるか。こうぐるぐる回ってさ、もう取れるものありったけ取ればいいんだよ。ここ入ってこうよ、頑張って。こう行ってさ、折り返せる、ここから。あ、いけるいけるいける、折り返せ、 OK だ。ほんとこれいけるのか、これギリギリすぎん。あー、沖岬が邪魔だ。さよなら沖岬君のことは忘れない。はい、こうやってこうやって戻ってくると、うん、これそこそこ釣れるのではないだろうか。カタクチイワシを取っております、鮭を取っております、カタクチイワシを取って、鮭を取って、カタクチイワシあー、いいですね、浮き見堂、すごいとこ取っていくな。琵琶湖はすごいね、魚がいっぱい取れるよ。 OK、 いいじゃんいいじゃん。あとそうだ、多賀町っていう町に、多賀大社っていう有名なお寺が、違う、神社か、神社があります。ちょっとスペースがないから、この中型神社かな。うーん、まあちょっとこれはやむを得ないかなって感じですね。多賀商社ですね、これね。うん、さあ、そして琵琶湖をですね、北まで行きまして、ぐるっと西の方に回っていきます。湖西線沿いにあるのが、ここが高島市ですね。高島市にはまた琵琶湖絡みの有名な神社がありまして、白ひげ神社。広島県の厳島神社みたいに水の上に立っている鳥居が有名ですね。そう、滋賀県はね、まあ、京都に近いってこともあって、寺社仏閣が多いんですよね、すごいね。まあ、またこの辺りかな、頑張ってここら辺しか行けません。はい、これが白ひげ神社で、ここにじゃあ鳥居を建てましょうか。こんな感じかな。うわ、すごい勢いで漁船が間をすり抜けていくね。はい、白ひげ神社ということで、ここは一つよろしくお願いします。基本ゆる日本はね、あの、全てお願いベースで出来上がってるんで地元の人たちに了解を取りながら先進める感じですね。そして高島市はもう一つね、メタセコイア並木っていうね、非常に俺好みの名所があります。ここら辺からかな、ここら辺からこうちょっと一本足します。国道じゃないんで作ってませんが、こうしてこんな感じかな。こう、押しも押されぬ大スターセコイアさん、または名をレッドウッド。あ、いい感じっすね。じゃあもう片側もめちゃめちゃ薄暗いこれはセコイアに襲われそうな勢いですね。もうちょい離すか。ちょっと離したよ。ほら、空が見える。だいぶ開放感、開放感はないけども、まあ、殺されそうな感じはないよね。もうちょっと平坦にしたいな。よー、めっちゃ下げてみた。あ、いいね。坂をなくすとなんか、
並木道感が出るぞ。あ、いいじゃん。これこれ、これにしましょう。これがゆる日本高島市のメタセコイア並木ですね。高島市にも家を置いていきましょう。よ、あんまりやっぱり置けねえな。はい、これで一応琵琶湖の周りはぐるっと一周しました。で、あとはここか、甲賀市ですね。甲賀市、甲賀市はね、まあ忍者のイメージも強いんですけど、実は信楽焼、あのタヌキの置物で有名なね、信楽焼の産地でもあるんですよね。ただ当然あのタヌキの置物はアセットにありませんで、しょうがないので、ちょっと町工場的なのを置いていくかね。あー、いいっすね。ここら辺いいな。あー、すごいいいね。ちょっとなんかそういう町工場っていうか感じが、まあ倉庫ですけどでもただの住宅街じゃないんだぜっていう感じは出ますね。で、ここに普通の家とかも置いてけば、生活に密着した町工場感が出るといいな。はい、これでほぼ出来上がりです。最後に一つだけ、ですね、ここにスポット空いたスペースに田んぼを置きましょう。滋賀県はね、田んぼが結構多いんですよね。さあ、久しぶりの田んぼタイムだ。楽しもうぜ。置く、置く、横向きにも置く、囲む、じゃんじゃん囲め。小物も置いたりして、コイン精米機とか置きますか。ここら辺に置いときましょうか。はい、家を置きたいな。農家、ちょっとここがめり込んでる感あるか。まあ多少はいいでしょうね。しまった、公共施設全然建ててないっていうか、建てるスペースがないわ。ここのあのピエン森山の隣に消防団、交番、あかん、郵便局入んねえな。どうしようかな。郵便局ここにしましょうか。はい、ということで、滋賀県これで完成です。いやー、今回はスペースが全然足りなかったね。見ていきましょう。大津市ですね、県庁所在地の大津市は草津市と合体しまして、大津草になりましたね。そして、これが大見神宮、違うよ、これは比叡山延暦寺ですね。山はどこだとで、その隣にあるのが、大見神宮ですね。楼門がめっちゃ浮いてますけどね。そして琵琶湖に張り出しているこちらが満月寺の浮見堂ですね。あー、これはやっぱりいいね。そしてぐるっと琵琶湖を回りまして、はい、森山市にありますのがピエリ森山、改めピエン森山ですね。はい、そして畑を通って彦根市の彦根城、そして長浜市の尾上漁港&筑部島にある筑部島ずんざ、そして琵琶湖の北側を回りまして、はい、高島市に入りました。これが高島市のメタセコイア並木ですね。そしてそこから寄っていくと白髭神社の、水の上の鳥居ですね。ちょっとここもう少し森、追い森しましょう。やっぱね、神社は森がないとね、神社感出ないよね。あと一応ちっちゃいけれども多賀町に作った多賀大社ですね。あ、人結構来てるね。そして、南に下りまして、どこだっけ、もっと南か、ここら辺ですね。甲賀市の信楽焼町工場、じゃあこれで滋賀県は完成です。次はね、どうしようかな。次、奈良県行きますか。またいろいろ大変そうだな。というか、寺とか神社がすげえ多そうで、バリエーションがあんまり、アセットのバリエーションないからね、辛そうな気が、今から苦戦する気配がプンプンするね。はい、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。